それではここでお招きしましょう。ガンバ大阪遠藤保仁選手の登場です。大きな拍手でお迎えください。さあ改めまして遠藤選手ようこそ。こんにちは、よろしくお願いします。はい、ね、こんにちは、お願いします。はい、よろしくお願いします。今回このデザインに関して特にここだけはもう大切にお願いしますというようなことでリクエストされたことって覚えてらっしゃいますか？まあ、色と、あとは、まあ、分かりづらいと思うんですけどこの滑り止めというか、はいはい、そういうところと、あとはやっぱり履き心地、うん、フィット感ですね、はい、この3つは特にわがまま言って、はい、お願いしてもらいました。さあ遠藤選手、まあ、これまでずっとこのアンブロのスパイクを着用してプレーされていますけれども、やはり遠藤選手のこのパフォーマンスを最高の形で発揮させてくれるスパイクに対するこだわりというのはいろいろと強いものあります？まあ、僕ちょっと足が、はい、自分なりに特徴あるとは思っているので、はい、本当に最初の方は試行錯誤してもらいながら、はい、まあ、僕今2大会、ね、アンブロさんと、はい、今度で、まあ、選ばれれば3度目なので、はい、またさらにアンブロのスパイクとともにいい結果を出したいなっていう思いは強いです。うん、そしてもう今回のこのスペシャルエディション遠藤選手もう着用はされている映像もねありましたけれども、実際に履いてみていかがですか？まあ、本当に履き心地は良かったですし、はい、まあ、実際試合でプレーしたいなっていう思いがやっぱり強くなりましたね。うん、こだわりの中にそのボールとのこの相性フィットする感覚というものをこう前面に散りばめたというようなお話もありましたけれども、ではボールを蹴ってみての感触というのも非常にいいものが、まあ、少ししか蹴れなかったですけど、まあ、それでも本当にフィットしてましたし、履けば履くほどさらに、良くなっていくんじゃないかなと思います。となるとやはり我々はこのスペシャルエディションを、まあ、着用してプレーする遠藤選手の姿をたくさん見たいと思ってますけれども、どうでしょう、いいプレーを引き出してもらえるスパイクが完成しましたけれども、世界で戦う上で、はい、そうですね、本当にたくさんの方にね、努力していただいて本当にこれを履いてピッチ上でねいいパフォーマンスが出せると思いますし、その期待に応えたいなっていうふうに思ってます。はい、というようなお言葉ありましたけれども、林さんいかがですか？そうですね、非常に、心強く嬉しいお言葉を、いただけまして、私どもとしましても、作り手も、先ほどもご説明した4つの思いっていうのが遠藤選手のことをしっかりとサポートできるように、ぜひですね、勝利チームを勝利に導いていただきたいというふうに思っています。はい、ということでですね、まあ、シューズ一つとってもですねこれだけいろいろなですねお二人そしてそれに携わる方のですね、まあ、ご尽力があり完成するというですね、まあ、流れが皆さんにも少し分かっていただけたんじゃないのかなと思います。そして思い入れというね、熱い気持ちも伝わってきたんではないでしょうか。それではですね改めまして遠藤選手そして林さんどうもありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。